皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。観音崎自然博物館です。今日はですね、砂掘りガニっていうカニを、探していきたいと思います。で、砂掘りガニっていうのは、まあ、カニって言っても、ヤドカリの仲間なんですよね。はい。はい。なので、向こうの砂浜があるんですけども、砂の中にこう隠れてるんですね。で、なんかこう、丸っこくて、ゲンゴロウみたいで、かっこいい、かわいいカニなので。早速探していきたいと思います。じゃあ話しましょう。探そう。水がこう流れてきた時に引いていく時にこうやって引くと取れる可能性が高い気がします。ちょっと探してみましょう。取れましたよ。ちょっとちっちゃいけどね。エビジャコだった。それどこ行った？待ってくださいね。あれ？あれ？ちょっと待って。あ、いた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 。いたいた、これ。ちょっとちっちゃいですけどね。ちょっと水の中に行きましょうか。はい、じゃあこんな感じでたくさん取れました。たくさんではないけどね。ちょっとまだちっちゃい個体ですね。いいですか。うん、かわいい。5匹くらいですね。もっとね、こんな大きくなるんだけど、ちっちゃいのしかいませんでしたね。はい、というわけで今日は砂掘りガニを取りました。またいろいろ取っていきたいと思うので、また皆さん見てください。バイバーイ。